牛の体の中を覗いてみたいですか？意外な質問でしょ？でももしずっと前からそんな願いがあるのなら、今日はまたとないチャンスです。というのも、今回私たちは驚くべき、また時には衝撃的な農業の世界へ旅立つからです。皆さんこんにちは。実は農業の現場にはトレッドミルからユニークなロボットまで面白いものがたくさんあります。それでは今すぐ旅を始めましょう。国際宇宙ステーションの畑。新鮮な野菜は全ての人の体にいいものですが、誰もが野菜好きとは限りません。でも国際宇宙ステーションの宇宙飛行士なら、たとえ緑のレタスの葉っぱ1枚であっても、またはそれに近い野菜でもきっと歓迎することでしょう。今は宇宙で野菜を食べることは簡単です。なぜなら国際宇宙ステーションには専用の畑があり、様々な作物の栽培の実験が行われているからです。ベッチーの装置ではキャベツ、水菜、百日草およびレタス3種類が栽培されています。宇宙で食べる新鮮な野菜、うん、美味しそう。空中庭園、現代の世界の不思議。一方、地球にも奇跡はあります。ジャガイモをリンゴのように収穫できると想像してみてください。ただジャガイモに近づいて好きなだけもぎ取るだけでいいのです。エアロポニという技術のおかげで、農家はすでにそのような方法で収穫しています。こうした空中栽培には土は不要で、全ての栄養分はミストで根に吸収されます。作物が実れば、あとはもぎ取るだけです。牛の胃が見える窓。ごく普通の牛の中身について興味を持ったことはありますか？牛の体の中で何が起きているのか。普通の人がそんな疑問を持つことはありませんが、畜産農家なら時には牛の内部を覗いてみる必要があります。そのために牛にカニューレを取り付けることがあります。カニューレは特別な窓のようなもので、ルーメン、すなわち胃に直接つながっています。農家や研究者はいつでもこの窓を開けて、様々な飼料の消化の具合を見ることができます。消化途中の飼料を実験室で調べることもあれば、治療のために健康な牛の胃からバクテリアを採取して病気の牛に移植することもあります。カニューレを通して様々な飼料の実験の工程を調整したり、牛の胃の中で一体何が起こっているのか、ただ様子を見ることもできます。もちろんカニューレの使用は倫理的とは言えず、どうしても必要な手術というわけではありません。しかしカニューレを設置することによって、牛の生活の質を改善したり、健康に気を配ることができます。動物を愛護する人たちはカニューレの使用に抗議しています。皆さんはどう思いますか？牛を使ってこんな実験をするのはあまりにも残酷だと思いますか？牛用のブラシ。牛が確実に喜ぶことといえば、背中をかいてあげることです。牛たちを喜ばせるために農家はブラシを使った様々な器具を作り出しています。こんなマッサージを受けたら、牛は気分が良くなって幸せになり、今までよりたくさん食べてたくさんお乳を出すでしょう。水に浮かぶ酪農場。オランダのロッテルダムでは牛を使った別の実験が行われており、水上の酪農場で牛が飼育されています。牛が水上で暮らしても問題はなかったため、酪農場を都市環境に配置することができました。プロジェクトの発案者たちは、これにより牛乳を消費者に届けるための時間と輸送費を削減できると見込んでいます。彼らの考えでは、将来このような都市型農場が当たり前になるということです。瓶の中の梨。どうやったら梨を瓶の中に入れることができるのか。その秘密は簡単で、ただガラス瓶の中で梨を育てればいいのです。農家はつぼみのついた枝を瓶の中に入れ、この小さな温室の中で梨が育って熟すのを待ちます。
かなり風変わりな見た目の特別な梨のブランデーを製造するために、アルザスではもう300年以上もこの技術が用いられています。瓶の中の梨は食べられるのでしょうか？またどれだけ美味しいものなのでしょうか？レーザーのかかし。棒がついた普通のかかしは鳥を笑わせる手段としては最高です。鳥はかかしを恐れずに蒔いた種を喜んで食べ尽くしてしまいます。しかし技術者には現代の解決法があります。それはアグリレーザーオートノミックというレーザーのかかしです。アグリレーザーオートノミックは半径5キロ以内にいる鳥や動物をレーザー光線で効果的に追い払います。昼夜問わずに働いて12平方キロメートルの畑を守ることができます。ネモの庭。また一つ驚くべきコンセプトをご紹介します。それはイタリアの町ノーリで開発されている海中菜園です。もちろん街中ではなく、海岸から40メートル離れたところにあります。海面から約10メートル下に6つの様々なバイオスフィアがあり、バジルとレタスが育っています。2012年にダイバーのセルジオ・ガンベリーニがこのアイディアを思いつき、イタリアで最も人気のあるハーブのバジルを栽培する本格的な海中菜園を作りたいと考えました。ネモの庭は効果的で興味深いプロジェクトで、独創的な工学的手法を多用しています。半球はどれも日当たりが良く、様々なセンサーが取り付けられていて、半球内部の空気の成分を管理しています。すべてのデータは無線の海中ネットワークを通じて、通称生命の木と呼ばれる37メートルの海底の構造物に伝えられます。この生命の木はアート作品でもあり、またネモの庭の管理センターでもあります。作物の栄養補給のために水耕栽培が行われており、植物が必要とするすべての成分を脱塩した水から得ています。海中菜園の電気エネルギーは太陽光パネルから供給されており、菜園のすべての作業はアクアラングをつけたダイバーが行っています。ところで将来ネモの庭は観光客のためのアトラクションになる予定で、一般の人も水中で農業体験ができるようになります。ロボット農園、ロボットあれこれ。ロボットの話題は当然避けて通れません。ロボットのおかげで農業はより効率的で面白いものになっています。このバーゴという名のロボットはトマトの50の色合いを識別でき、大量のトマトの中から熟した実だけを見つけられます。バーゴの頭の中にはトマトのチャートが入っていて、トマトが熟した状態になるとバーゴは正確にその実をもぎ取ります。人工知能のおかげでロボットは素早く最適なルートで作業でき、時間とエネルギーを節約します。今のところバーゴはトマトで訓練を積んでいますが、開発者は将来バーゴをイチゴやその他の果実の収穫に利用したいと考えています。次はスワグボットの登場です。このロボットの仕事は羊飼いや犬の代わりに家畜を見張ることです。オーストラリア生まれのスワグボットはデコボコの地面を移動したり、急な坂や丸太、浅い池を乗り越えたりできます。また牛の健康を保つためならその他何でもこなします。さらにスワグボットには専用のドローンがついていて、家畜を特定の場所に追い込む必要があるときはロボットが自らドローンを飛ばします。このロスピアはまともな農作業ができるようには全く見えません。子供のパーティーから転がり出たカラフルなツリーの飾りのようです。しかし、この実験的なロボットは見かけほどシンプルではありません。ロスピアは小さな庭師で、まかれた種を傷つけずにあらゆる種類の地面の上を簡単に転がることができます。ロスピアの仕事は畑のデータを集めることや肥料をまくこと、その他の役立つ作業をすることです。またロスピアは特定の植物の世話をすることまでできます。香りのトンネル、ドゥフトゥネル、もしくは香りのトンネルはアート作品で、ドイツのボルフスブルグにある自動車のテーマパークアウトシュタットの訪問客を驚かせるために作られました。
ドゥフトゥネルは小さな回転する植物園と言えるでしょう。その中に入ると花の香りの渦に包まれます。このトンネルはデンマーク人のオラファー・エリアソンが発明したもので、2160の鉢植えの花からできています。しかも開花時期を考慮に入れ、花は1年の間に定期的に新しい種類に交換されます。馬用の水中トレーニングマシン。小さなプールの中にトレッドミルを設置して、その中へ馬を入れる？クレイジーな考えですが、実現しています。水中トレーニングマシンのおかげで、馬は健康を保ち、筋肉を鍛え、怪我の後にリハビリをすることができます。このトレーニングマシンは、100種類の様々な馬の顧客データに対応でき、それぞれの馬に合わせた負荷のパターンが約100通りあります。馬が歩きやすいように、馬の肩までマシンに水を入れることもできます。子牛捕獲器。子牛の世話は簡単でなく危険ですらあります。子牛のお母さんは大きくて強い動物ですから当然のことです。もし何か気に障ることがあれば、母牛は強力な角などで激しく言い分を主張するでしょう。そのため飼い主は子牛捕獲器を利用して子牛の世話をします。その間母牛は離れたところで静かに立って、飼い主にしつこく口出しするぐらいしかできません。水に浮かぶ田んぼ。浮かぶ田んぼも基地に富んだアイディアの一つです。第一に水上で稲作をすることにより作付け面積を広大し、人口の多い国々の食料供給を確保できます。第二に田畑が水浸しになってしまう雨季に稲作を続ける手段として、浮かぶ田んぼは最高です。第3に浮かぶ田んぼは簡単でエレガントです。それではこのエレガントな発明で今日の動画を終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。今回の動画がお気に召すように心から願っています。もしこの動画をいいなと思われたらチャンネル登録や通知設定の確認を忘れないでくださいね。もし設定がまだならベルマークを押していただければ、新しい動画ができた時にその都度お知らせします。それでは少しの間お別れです。皆さん、またすぐにお会いしましょう。さようなら。